テトラヒドロビオプテリン、サプロプテリン、または、BH4 は、フェニルアラニンをチロシンへ変換する、フェニルアラニン4、ヒドロキシラーゼ、チロシンをレボドパへ変換するチロシン3、ヒドロキシラーゼ、そしてトリプトファンを5ヒドロキシトリプトファンへ変換する、トリプトファン5ヒドロキシラーゼの3種の酵素に、必須な天然に生成する保因子である。また、 一酸化窒素合成酵素による一酸化窒素の合成にも必須である。テトラヒドロビオプテリン合成と再生の欠乏は、タイプ4のフェニルケトン尿症及び神経、伝達物質の欠乏の原因となる。フェニルケトン尿症患者のフェニルアラニンの血中濃度の長期的な上昇は、知能の値体を含む、過度の精子二乗、小頭症、言語能力の値体、発作、 異常行動につながる。サプロプテリンは、クーバンという商品名で、テトラヒドロビオプテリンに塩酸塩の形で、販売されている。これは、ビオマリン社によって開発され、2007年12月13日に、アメリカ食品医薬品局によって認可された。サプロプテリンは、フェニルケトン尿症のためだけに、合成された薬品である。クーバンは、フェニルアラニンの血中濃度を、 持続的に下げる効果がある。テトラヒドロビオプテリンは GTP シクロヒドロラーゼ IEC3.54.166 ピルボイルテトラヒフォロプテリンシンターゼセピアプテリンレダクターゼの3つの酵素反応によって GTP から合成される。テトラヒドロビオプテリンの生合成とその再生経路テトラヒドロビオプテリンは次の酵素の保因子である。 テトラヒドロビオプテリンは、セイモアカウフマンによって、生物学的本種として機能することが発見された。初めて、テトラヒドロビオプテリンを使うことが分かった酵素は、フェニルアラニンヒドロキシュラーゼである。バーバラ・ケイバートン、サンワナ・カル・ピーター・カーク・パトリック。フレッシュ・フロム・ザ・パイプライン、サプリテリン。ネイチャー・レビューズ・ドラッグ・ディスカバリー7、199、200、ドイ。 10.1038 NRD2540 TONI b アワーバック G ブラウ N テトラヒドロビオプテレンバイオシンテシスレゼネレーションファンクションス。バイオケム J 三 J347 p t 一1 1 6ドイ10.1042 0264から6021 三百四十七万一、プミド千七十二万七千三百九十五、http コロンスラッシュスラッシュ w w w p u b m e d c e n t r n l g o v スラッシュ articlerender.fcgi, ツールイコールパブメド&、パブメディドイコール千七十二万七千三百九十五。カウフマン。 S, S. A ニューコファクターリクワイアードフォーザエンザイマティックコンバージョンオブフェニルアラニン2チロシン J. バイオルケム93139 http コロンスラッシュスラッシュ www.jbc.org スラッシュ CGI スラッシュリプリントスラッシュ230スラッシュ2スラッシュ931ありがとうございます